お待たせいたしました。さあ、これから球児たちの夢舞台が幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側網走、三塁側先行チーム。一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。さあ、甲子園の切符をかけた初戦、プレイボールです。ツーアウトランナー一塁という場面で、バッターは3年生高橋、マウンド上ピッチャーは山本。第2球、縦のスライダー、ボール。打った、ショート正面、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。山本、今日は先行チーム。キャッチャー三塁送球、盗塁成功。ランナーが三、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました、スタンドに入りました、ファール。打ちました、ピッチャー返し。そして今拾い直した、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わった。先行、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、酒井、いいバッティングを見せました。さあ、相手投手を威圧していきます。ボール球、これは犠牲フライになるか。取りました、中継、山下、センターへの犠牲フライ。先行チーム1点入りました、3対0。バッターは3年生高橋、今日はショートゴロとピッチャーゴロ。流し打ち、どうだ、掴んで、これで3アウトになります。5回の表が終わった。先行、さあ、ここで急成長した姿を見せることができるか。初球決まってストライク。第2球、投げました、直球見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げました、引っ張った、左へ打っていったが、これは切れてファール。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げた、打った。投球はこれから6球目、三振、三振に仕留めました。打順はトップに帰って梅田。第1球、投げた、外れた、ボール。第2球、ストライク、投げた、打った、あっと左中間、どうだ、センター前進、ヒットになります。網走、ようやく1点を返しました。梅田、タイムリーヒット。先行チーム、なおもピンチが続きます。まずは一塁牽制、タッチセーフ、打ちました、初球打ち、抜けた、センターからサードへ、網走、さらに1点を返しました。安田、タイムリー。先行チーム、なおもピンチが続きます。さあ、ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、野口、石井。第1球、投げた、初球空振り。投球これから2球目、このボールも空振り。
追い込んで投げた、見送ってボール。第4球を投げました。あっと引っ掛けた。ショートバウンド、ボールを取った。山下うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。5回の裏が終わりまして3対2。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは3年生北島。第9投げました。初球を打ちました。ショートこれは守備入らない。あっと送球それた。ショートのエラーが記録されます。先行チーム1点入りました。バッターはトップに帰って篠原。先行チーム追加点のチャンスを迎えています。第9投げました。外ボール。第2球投げました。打ちました。フラフラッと上がった。ピッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。6回の先行チームリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で高橋、今日はここまで3打数ノーヒット。さあ次の投球、2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球はボール、インコースへ。第4球を投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。藤田取った。一塁へ送る。木村取ってアウト。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生マセ。第9初球見送ってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。打ちました。レフト前に出る。取りました。これで3アウト。7回の表が終わって5対2。先行チームリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面でバッターは2年生川野。第9決まった。ストライク。第2球投げた。ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。打ったに当たりだ。抜けた。中継。川野ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第9投げた。インロー外れてボール。第2球投げた。ボール。第3球を投げました。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。サード取って一塁送球アウト。ここはしっかり送ってきました。先行チームなおもチャンスが続いています。第9ランナースタート。いきなりスクイズ。ファースト取った。ベースカバー。スクイズ成功。先行チーム1点入りました。バッターは3年生酒井。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。第9投げました。真ん中ストライク。まずは見送りました。投球これから2球目。空振り。少し意識しすぎたか。第3球を投げました。打ちました。第4球を投げました。ボール。さあ投球は5球目。打ちました。ライナーだ。先行チームさらに1点追加。7対2。バッターは3年生山下。今日はホームランを打っています。第9ランナースタートを切った。打ちました。ヒットエンドラン。1、2塁間のゴロ。抜けた。中継。ヒットエンドラン成功。今日これで4打数の3安打。第9投げました。初球スライダー空振り。タイミング合いません。一塁牽制。一塁タッチセーフ。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。レフトセンター見送った。ホームラン。スリーランホームラン。左中間スタンドへ突き刺さった。チームメイトが迎えます。ツーアウトランナー一塁という場面でバッターは2年生マセ。さあお祭り男の本領を発揮することができるのか。
第9球投げた、スライダーボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、レフト取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって網走、この回1番からの好打順になります。先頭バッターは梅田、今日はここまで3打数2安打。第9投げた、ストレートはストライク。1球投球は3球目、投げた、流し打ち、北村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。先行時第9投げた、ストライク。第2球投げました、打った、抜けた、安田いいバッティングを見せました。バッターは3年生野口。第9投げました、初球外れてボール。さあ次の投球、打ちました、ピッチャー返し、破った、野口ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。先行チーム今日2回目の伝令を送ります。監督からのメッセージ。第9投げました、打ちました、ショートの右、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。先行チームなおもピンチが続きます。第9投げました、外れた、ボール。投げました、ストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げた、インコース引っ張った、三塁線フェアだ、ボールはサードへ、網走1点返しました。藤田タイムリーヒット、先行チームなおもピンチが続きます。先行第9ストレート見送ってストライク。投球これから2球目、ストレート見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、外角高め、空振り三振、最後は伸びのあるストレート、コールド勝ち。先行チームまずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。さあ頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。
一塁側高校チーム、三塁側旭川。観客に見送られて守りに散りました。さあ一球一瞬に思いを込めて、間もなくプレイボールです。高校チーム、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、バッターは3年生高橋。マウンド上ピッチャーは坂本。見送ってボール、投げた、直球空振り。第3球空振り、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、ボール。さあ5球目、打ちました、これはいい当たり、入れば逆転だ。打球はそのまま、見上げた、ホームラン、逆転、スリーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった。素晴らしい一発をベンチも祝福。高校チーム、追う展開で迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている高橋、投げた、初球空振り。第2球投げました、これも空振り。第3球を投げました、1つ外してボール。第4球は外、高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で、バッターは3年生坂井。第1球投げました、ストレートはストライク。第2球見送ってストライク、バッター追い込まれ、打ちました、これはファースト正面。村上ベースを踏んでワンアウト。さあ持ち前の気迫で相手を威圧していきます。打って、これはいい当たりだ、入れば勝ち越しだ、伸びた、伸びて、レフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、山下一振りで勝ち越し。さあチームメイトからも祝福を受けます。左バッターボックスは高打ちました、三遊間の当たり、小屋ボールを取る、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。初球打った、宇宙間へのフライですが、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、高校チームさらに1点追加。バッター、さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。打ちました、高橋打ち、フェンス直撃、高橋その間にホームへ、高校チームこの回4点目、12対6。さあここで急成長した姿を見せることができるか。空振り三振、こういう場面で地方大会の魔物がどう覗かせるか。打った、強い当たり、さらに伸びていく、入った、サヨナラホームラン、サヨナラツーランホームラン、篠原これで2打席連続のホームラン、ストレートを狙い打ち、コールド勝ち、高校チーム2回戦突破です。篠原一発で蹴りをつけました、2回戦を見事勝利しました。
お待たせいたしました。熱戦が続く戦いもベスト8が出揃い、準々決勝へと進んでいきます。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側北見。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。ご覧のスターティングオーダー、打撃力の高いチームです。ノーアウトランナー一塁という場面でバッターは3年生大崎、マウンド上は石井。第9球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、アウトロー、外れて、ボール。投げた、見送ってストライク。キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁。レフトバックホーム、大崎いいバッティングを見、打った、スタンドに入りました、ファール、タッチはセーフ。流し打ち、どうだ、サード左、ホームイン、北見先手を取りました、1対0。バッターは掴んだ、ファーストから二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。高校チーム初球から打ってった、ライト前に出る、掴んで、これで3アウトになります。1回の表が終わって1対0。ナイスバッティング、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、堀越いいバッティング、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、ライトバックホーム、続いて二塁ランナーもホームイン、北見2点入りました、3対1。バッターは3年生大崎、さあここを乗り越えて成長、空振り、カーブ、空振り、大西ナイスバッティングです。高校チーム初球を打ちました、さあ犠牲フライになるか、掴みました、中継、三塁ランナーホームイン、高校チームリードを奪われました、4対3。さあ相手投手を威圧していきます、一塁タッチセーフ、ボールはライナーでライト取りました、三塁ランナーはタッチアップ、ホームイン、高校チーム1点返しました。さあこれでツーアウトランナー1塁、スリーバント、ピッチャーへ転がした、1塁へ送る、アウト、ランナー3塁に進みました、
ボテボテの当たりはファーストゴロ。北村一塁ベースを踏んでアウト。スリーアウト。外のボール球打った。ボールはライナーでライトへ。取ってこれでスリーアウト。チェンジ。土橋ツーアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって6対5です。センター方向へ持っていきましたが掴みました。三塁はどうか。高校チームなおもピンチが続きます。外のボール引っ掛けた。これは内野ゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。高校チーム軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。初球から打ってった。ボールはライナーで掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打った。塩澤ボールを掴んだ。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。さあ思考を研ぎ澄ませていきます。タッチはセーフ。打ちました。打ちました。取りました。これでスリーアウト。さあ持ち前の闘魂が力を発揮するか。空振り三振。高校チーム代打は。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打ちました。アルボー流し打ち。どうだ。切れていきます。ファール。打った。ファール。打ちました。ピッチャーは正面。ピッチャー返し。塩澤取った。ヘッドスライディングは間に合いませんでした。アウトです。打順はいい。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。レフトスタンドに叩き込んだ。見事に初球を捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも。バッターは3。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。打ちました。セカンド。
飛躍を見せましたが、ここは及びません。バッターは3年生山下。打ちました。初球打ち、ボールはライナーでない。取りました。ゲームセット。高校チーム準々決勝で散りました。残念ながら準々決勝戦で敗れました。